長岡国とは1940年佐久市で生まれました多摩美術大学デザイン科を卒業後東京でグラフィックデザイナーとして活動していましたが25歳の時当時のドイツ西ベルリンに移住しました長岡は現地の芸術大学で同版画を学び本格的に版画制作を開始します 1970年代後半からヨーロッパ各国の国際版画コンクールでグランプリを受賞するなど同版画で非常に高い評価を受けました。1989年のベルリンの壁崩壊をきっかけに90年代から活動拠点を徐々に日本へ移し和紙を用いたペーパーワークを手掛けるようになりました。 この頃、山梨県の紙工房で制作したペーパーワークには、浅間山の火山灰や軽石、木炭をすぎ込んでいます。また、柵の諏訪倉庫に眠っていた明治大正時代の眉袋を貼り合わせた立体作品など、現在も多彩な作品の制作を続けています。 長岡が浅間山をモチーフに制作した同版画と、実定であるトールの浅間山の写真を組み合わせた作品11点のポートフォリオ。この作品は共通して、異国を思わせる大地から 人工的な白いドームやトンネルのようなものがせり出しています長岡がこのポートフォリオに付加した文書を紹介します私が10歳だった頃の子供としての経験では浅間山はただ煙を吐く無害の山でした当然のことですしかし ある秋の日の午後の田んぼで、すべての次元が変わってしまったのです。時間は止まり、未知の絶え間ない恐怖のブラックホールへと変化をしてしまったのです。眉袋を使った石の脱皮シリーズは、1987年から制作が始まりました。 乾燥した眉を保存するための和紙製の眉袋は職人がすいた和紙を貼り合わせて作られています諏訪倉庫で偶然眉袋に出会った長岡はいずれは捨てられてしまう眉袋に昔の日本人の気質を強く感じたといいます石の脱皮シリーズの赤黒茶色など 落ち着いた色彩は柿渋やベンガラなど、天然の染料顔料によって着色されています。政作に使用する紙や絵の具は地球から生まれ人が作り出した物質です。長岡はこの物質を作品に組み込むことで、地球の活動や人の行為を生命体が行う。The そういう生理的な現象として捉え、作品に継承化しています。えーとですね、皆さんお笑いになるかもしれませんが、私には二人の母親がいます。一人は海の母親、一人は朝山朝山浅間山が僕の母と思ってます。 でたまたまこれを聞いたんですがレオナルド・ダ・ヴィンチも同じことを言ってるらしいんですね2人の母親ということをね。ですからまあ僕は18歳までこの地元の浅間山を毎日見ながら育ちましてそれで東京に出て後には西ベルリンに渡りました。でやはりあの 海外に出て初めて感じたのはやはり冷戦下の西ベルリンで感じたのはやっぱり自分の作っている作品がやはり何でこんな作品なのかということを考えましたらやはり自分のルーツは浅間まではないかなという考えに至りました。まあ私は大いにあの作の市民に期待をするところなんですが。 まあ、果たして私の作品をどう評価していただくかはこれは何とも言えませんただまあ私は若い頃から世界に出てあの世界をたくさん見てまいりましたけどやはり行き着くところはあの故郷の柵に戻ってくるとちょうど鮭が自分が生まれた川に掃除をしてまたそこに戻ってくると。 いうようななんか一つの例なんですが、最終的には公共につながってくるのではないかなとは思うんですね。世界でいろいろたくさん経験して、まあその間に50年間今回は50年間の私の作品の集大成なんで、それをまあ作の市民に見ていただいて、一人の作出身の作家がまあ世界に出て 浅間山というその記憶を携えて作品を発表して最終的にはまた自分の故郷に戻ってきてこういう展覧会をさせていただくということに対しては非常に光栄です。やははりり自分ににとってはもう私80歳になりますけど まあ長い時間自分なりにまあ人間としてまあ80は長いと思いますけど人類史からとったら非常に短いそれからまあ宇宙から見たらもっと短い宇宙から見たら一瞬の時間帯であるかもしれませんけどまあ一人の作家として長年海外に出てまあいろんな経験をしながらまあ 浅間山というものを、まあ、自分の内面にこう持ちながら、まあ、いろんな表現活動をしてきましたけど、うん、やはりそれが、まあ、こういう作詞立近代美術館で発表することによって、まあ、私自身は満足なんですが皆さんがどんな、まあ、こうご意見なり感想を こうお持ちになるかはあの未知数なんですが、まあ、えー、一人の作家がやはり国境、えー、とまあ朝霧山というものをまあこういう形で現代美術に表現したという一つの例として見ていただければと考えてます。まあ私にとって非常にね最終日になりますけど。 堤、まあ、館長と考古学浅間考古学現代美術というようなテーマでお話をさせていただきたいと思うんですがまあ作は僕にとっては世界を見てきた僕にとっては世界的にアピールできる素晴らしい財産があると思うんですね。で最近は3万5,000年前の旧石器時代の高坂山遺跡。 あ発掘されたということと、まあハヤブサ二号に関わるやはり電波望遠鏡もあれウズダですかねあ、あると。それから宇宙飛行機飛行士もやっぱり出てますね。さっきから。まあ若いのではまあ映画監督の新海誠なんていう人も若いのが出てきて、やはり僕もやはり。 あの柵というところにやっぱり目に見えないいろんな未来に向かって考古学だけではなくて考古学から未来に現代を通じて未来につながっている非常に、えー、文化があふれる街だと思うんですけどこれも柵の市民、えー、皆さんがどれだけそれをこう、うん、自覚していただいて。 えー、日本国内それから海外に、えー、発信をしていただければと私は思うんです。それは非常に期待するところなんですが、私ができることはま一応やってきました。でもそういう次の世代に繋がる人たちがどんどんそれを広めていっていただければすごいなと思うんですね。うん、非常にあの。 策は未来につながると思うんです皆さん自覚してください未来に、えー、可能性を非常に持った街であります2002年長岡はヨーロッパアルメニア墓碑拓本プロジェクトを開始し教会や墓地で お姫を拓本に記録しましまた託本は石碑などに刻まれた文字や文様を墨などを用いて紙に写し取ったものです長岡はこれを昔の人々が営んできた歴史や文化をすり取る行為だといいます近年取り組んできたのは世界文化遺産に登録されているアルメニアの十字の石 8チカルの拓本を取るプロジェクトですアルメニア・アゼルバイジャンの間で勃発したナゴルのカラバフ紛争は記憶に新しいところです一人の版画家が行ったこのプロジェクトは風化や政治・宗教上の理由により危機にさらされる文化財の保存・研究の観点からも注目していきたいと思います